ボルスカヤインダストリー。あー、ここね、うん、どうすっかね。やっぱね、ちょっとあんまり使ってないキャラを使っていきたいんですよね。ここ最近はそんな感じなんで、どうしようかな。源氏、あ、まあソロじゃなんだかんだ言って使ってるしな。これじゃない？みんな、あー、サポがなんかいなくなるパターンかな、もしかして。あー、なるほど。短期でね、結構、突っ込む系。っていうことはだ、ゼニハッタさんがね、遠くもね、ひょいひょいつけれるんで、ゼニハッタさんあんま使ってないんでね、そういえば。新メトラの次ぐらいに使ってないんで。ヤタさん結構強いんですけどね。で、そうですね、ロックンでね、回復の弾をつけられるという特性上、結構なんていうんですかね、短期でこう、かき乱していくキャラが多いチームの時にね、結構相性がいいイメージがありますね。ウィンスタン。さあ、でもね、ゼニアタさん相当柔らかいんで、そのくせ自分のね、回避する術とかもないし、足も遅いんで、結構むずいっすよね。速攻狙われて死ぬみたいな。ベータの時確か矢田さん使ってね、防御下げるオープンとか使ってかなりキルできた覚えがありますけど、今はねもう警戒されちゃうんで、そう SS キル取らせてくれないと思います。さあ、いけるか。ちょっと、あいだ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 ん、ダメか。ほっ、ゴリラさん行くのです。ゴリラさん、俺も援護します。いない、あ、こっちか、いるな、オッケー。ほら、うんうんうん、ふんふん、はい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 、攻撃力が高いね、普通やった。あ、当たってない、もしかして。やば、俺のエイム力、やば、俺のエイム力低すぎ、やば、俺のエイム力低すぎ。ニガさん、ありがとう、ゴリラさん。オッケー、いや、味方素晴らしい。巻いていくよ。我が弾を、うん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 、つけていく。危ないに食らって、一番ダメージを食らっているであろう味方にね、こう弾をつけてね。あ、やばいやばいやばい、間に合うぞ、ごめん、おじちゃんごめんね、ほんとおじちゃんごめん、ほんとごめん。危ない危ない危ない、俺死ぬ、これ危ねえ。よかった、あと、もう一振りされてたやばかったですね。追われてたらやばかった。さ、おらおら、あ、逃げた、うんうんうん。さあ、ゴーゴーゴー。あ、やばい、やばいか、いったか。よしよしよし、オッケーオッケー。ああ、ね、時間戻しましたね。うん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 、オッケー。ああ、潰されたーですよねー。あ、危ない危ない、了解。味方の人がね、ちゃんと、やばいやばい。さあ、もろくしていく。フワの奥でもろくしていく。そして、食らってる味方を。ああ、素晴らしい味方。え？はい、オッケー。お、貫通するんで。お、いった。あ、やばいやばいやばい。あー、ロックオンできんかった。おい、あそこにいるで仲間、あそこにいるで、ファラが。おい、逃げて逃げて、うん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 、オッケー、ナイス味方、甘い。ゴリラ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 、危ない危ない危ない、オッケー。今のオムがうまくついていく。お、たまった。ふん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 、オリー、オッケー、ナイス味方、はい。あ、やばい、メトラさん、メトラさん、あ、やばい、なんかやばい人がいたぞ。
でもここはゴリラ、ゴリラは倒しておく。よし、オッケー、ナイスナイスナイス。えい、回復してゴリラさん。本当はね、必殺技をやばい時にぶっ放した時にね、これで、ね、無敵時間をっていうのが理想なんですよね。オッケー、うかつ、はい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 、柔らかくしていく。まあね、理想のタイミングばっかり狙ってると、ついぞ使えなくなってね、逆に自利品になったりするんだよね。ラジャー、よー、はい、オッケー、フワつけてるよ、フワつけてるよ。おい、ナイス、味方ナイス。そうせん、もう一匹ずつ確実に仕留めていくよ。あー、素晴らしい、味方ありがとう。はい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 、はい、つけていく。はい、あれダメか、あれゴリラさんにつけたつもりがリーパーさんにつけてた。ほいほい、オッケー、ナイス味方ありがとう。はい、ゴリラさんにつけていく。心なしかゴリラさんについてるマークがバナナに見える。ゴリラ展開、結構いい感じに。いやー、素晴らしいですね。ほーダメだった。よし、つけたぞ、フワをつけた。キュイーン、大丈夫かな、味方、味方をこう、ダメか、ダメか。ほっほっ、オッケー、あべ、ああ回復されていた。アホー、俺深追いした、ヒーラーの分際で深追いしちゃった。やっぱね、アタッカーの気分が抜けないですよね。やばいかな、これやばいかな、やばいか。 OK、 ありがとう。これね、核攻撃波を狙っていくときね、ゼネタさん、ああなかなか、いや、いい感じに動けたんじゃないですか。でも味方のおかげがでかいですけど。いく、ああいいですね、王道の、王道のパターンですよ、これ。何が強いかってね、ギルティに行ったら、エディを壊しに行ったら、エディがね、昇竜拳を打つみたいなもんですからね。本当にね、おお、いや、今回たまたまうまくいったな。まあでもね、ゼニアとの戦い方の一つをね、多少は見せれたんじゃないかなと思います。はい。